今のその洋服のテーマは何ですか？教えてください。ぜひ今日はちょっとスターウォーズみたいな世界観が好きで、このサングラスとかをつけるとこういう世界観なのちなみにその Y は勇士の Y で、これはそうですね、勇士の Y です。あ、本当ですか？まあ、やっぱり一番最初からその、まあ、自分自身もその僕のレベルでそのライジン出れることがおかしいっていうのは、まあ、思いながらも出させてもらってたんで、まあ、実力をちょっと上げてしっかりこう強くなってる姿を見せないと、まあ、そろそろ納得してもらえないのかなっていう部分もあったんで、なんで練習をかなり重ねてきたので、まあ、今は本当に生活もファイターとしての生活がメインになってますし、まあ、多分たくさんまだ否定してくる人も、まあ、今回の試合の対戦相手が、まあ、現役のホストさんということで、まあ、そういう試合って今まであまりなかったので、否定してくる人もたくさんいるかとは思うんですけど、まあ、なんか一人ずつでもいいから、そういう人たちを、あ、やっぱ勇士は違うなとかって、こうひっくり返していく作業っていうのをしていきたいなって思っているんで、まあ、今回は特に試合を楽しみにしてもらえたらなと思います。それでは、対戦相手の印象というのを教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね。まあ、今回は相手がそうイケメンな感じの子だったんで、まあ、なんかデホストさんってことだったんで、まあ、王子様対決っていうのが僕の今回のテーマで、なんで白を基調とした衣装にさせてもらいましたし、なんかそういうイケメンの対決みたいな、まあ、去年の年末コータ君とやってそういう風に言ってもらえたこともすごい嬉しかったですし、なんかちょっと普通の格闘技の試合とは違う形っていうのを見せれたなと思ってるんで、今回ちょっと僕のテーマの王子様対決っていうところで、しっかり相手との実力差っていうのを見せて勝ちたいなと思ってます。なんか今回はちょっとかなりファイターな感じで、すごい抑えめな勇士選手の方が本ですか？ただ試合順的にはやはりトップバッターとなると思います。そこでやはりお客さんに入場から全て楽しんでいただけるような、そういうプランはもう立ててある。そうですね、今回入場の曲もオリジナルの曲を作ってもらったので、ちょっと曲が変わるんですけど、でもこう自分の勇士のオリジナルの曲として、なんか新しくこう会場を興奮させられるような入場ができたなっていうイメージができてるんで、多分見てる人は楽しいなと思ってもらえるのかなと思います。